皆さんこんにちは。こんにちは。湘南エイジェクリニック大阪院の看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いいたします。では早速今日のテーマに移っていきます。普段の生活で気をつけてほしいことということで、 AGA 薄毛治療のお薬とですね、治療をされている方がよく気になっていることとか、先生自身がこういうことに気をつけてほしいって思うような内容について今日はちょっとお話をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。AGA 治療薬っていうと2つですよね。フィナステリドとミノキシジルっていうのが重要なんですね。で、これを使ってる方が多いと思うんですね。で、まず両方でいろいろ注意点はあると思うんですけど、フィナステリドを使ってるとね、よく質問を受ける内容があって、はい、で、まず妊活中はどうしたらいいんでしょうかってですね。フィナステリドの副作用の一つで、男性機能低下っていうのが、本当に少ないんですよ。0.7% ぐらいあるって言われてるんですよね。で、その中に、精液量の減少とか、精神の減少とか、精神の運動低下とかっていうのは含まれるんですよ。だから例えば一生懸命妊活をしてるんだけども、なかなかお子さんができなくて、で、ね、調べてもらったらそういう活動が低下してるとか、もし言われたらフィナステリドを一遍お休みをしてみてください。で、1ヶ月も休んでたら効果っていうのはなくなるはずなんで、で、それで検査の結果をねちょっと見てもらうっていう感じでしょうね。医学的には実はフィナステリドでそういう現象が起こるというのはちょっと考えにくいは考えにくいんですけど、もしね、やっぱり骨作り重要なことですので、ね、心配であれば1ヶ月休んで検査をしてもらうね、ということですかね。あとは、面白いね、質問で、ペットを飼ってるんですけど、うちのね、お薬で塗り薬があってですね、前回ちょっとお話ししたんですけど、スプレー状の外用薬ですね。この中にフィナステリドが入ってるんです。ミノキシジルとね。で、それはペットがこう顔を舐めたりとか頭舐めたりするんですけど、大丈夫ですかっていうのでね。で、さっきのフィナステリドに関して言うと、これはちゃんと実験結果があって、赤毛ザルなんですけどね、ザルの実験で人間に投与する量の何十倍かをね、毎日連続で投与して、で、特にザルの健康を害さなかったね、あと先ほどの精子とか生殖活動の原因となったというのがちゃんと分かってますので、犬とか猫とか皆さんのペットがどうかというのは厳密にはちょっと言えませんけども、赤毛ザルのデータでは全然問題なかったというのが言われています。で、他のね、AGA 薬でのミノキシジルがありますけど、ミノキシジルのポイントはですね、もともとこれはね、血圧を下げるお薬として出てきたんですね。で、AGA のために使う場合は、血圧下げる効果というのがないぐらいの量を続けてもらうんですけど、もともと血圧が高くてね、高圧剤を服用している人が、ミノキシジルを加えるとね、いつもよりも血圧下がり気味になることがあるんですよ。注意っていうことなんです。で、血圧の薬飲まれてる方は、その後、よく血圧のね、状態をちょっと見ていただいて、もしそういった下がるようなことがあれば、内科の先生にちょっと相談してもらって、高圧剤をちょっと軽いやつに変えてもらうとかっていうのが必要かもしれません。ただ今までに一回もないです、正直。注意っていうふうにしてるんですけど、一緒に服用されて、ないかなと思うんですよね。その辺が結構よく聞かれる、生活上の、ご質問ですかね。もう一つはあれですね、フィナステリドを飲まれてる人って献血をしないようにね、ちょっとお願いしますね。で、これはやっぱり女性、妊娠可能な女性がフィナステリドを飲んでると、妊娠した時にね、赤ちゃんが男の子であった場合は男の子の精液の発育を遅らせてしまうっていうね、そういうことがあるって言われてますので、やっぱり献血ねしちゃうと女性に輸血される可能性もありますのでね、一応内服中は献血をしないようにっていうのがちょっとお願いしてる内容ですかね。はい、またちょっと今日もいろいろお話をいただいたんですけれども、別の機会に AGA 治療薬の併用について、この薬飲み合わせ大丈夫なのとか心配なことがいっぱいあると思うので、それについても詳しくお話ししますので、ぜひご覧になってください。はい、そうですね、本当によく聞かれますね、それね、皆さん心配だと思います。で、まとめてね、お話しようと思いますね。はい、はい、今日のテーマは以上で、はい、終わりたいと思います。チャンネル登録もね、またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さよなら。さよなら。